フィリップ・セガンは、フランスの政治家。フランス会計検査委員長。フランス領チュニジア・チュニスで出生。2年後に、第二次世界大戦で父を失う。12歳の時に、チュニジア独立に伴い、フランス本土に引き上げ、貧しいながらも、エクス・アンプロバンス政治学院及び1970年に、フランス国立行政学院を上位成績で卒業し、 会計検査官となる。その後、政治を志ドゴール派に所属。1978年防受検選室の会員国民議会議員となる。1983年エピナル市長に就任。1986年、ジャック・シラク内閣に社会省として入閣する。1992年マーストリヒト条約反対の立場を取り。 欧州統合推進派のミッテラン大統領を激しく攻撃した。1988年フランス大統領選挙でシラクがミッテランに敗北すると、シラクをゴーリズムから離反しているとみなして見限るようになる。1993年フランス議会、下院国民議会議長に選出される。1995年フランス大統領選挙でシャルル・パスクワと提携するが、 エドアール・バラドゥール陣営には最終的に参加せず、シラクを押す。決戦投票で辛くもシラクは当選するが、シラクとセガンは性的として根本的には対立していた。セガンは、シラク側近のアランジュペとバラドゥールが自由主義経済政策や欧州政策で調整したことに対しても批判的であったし、1997年、 共和国連合が総選挙で敗北した時に、シラクのリーダーシップを批判し、対立が決定的になった。1999年欧州議会選挙の直前に共和国連合総裁を辞任した。セガンの後任にはニコラ・サルコジが就任した。2001年パリ市長選挙に立候補するが敗北する。共和国連合とフランス民主連合の一部が行動し、 新党大統領多数連合を結成した際には、保守と中道の合同を批判し2002年政界を引退した。会計検査院の委員長を務めていたが、2010年1月7日に亡くなった。66歳ボーツ。瞬間、湯沸かしきなる異名を持つほどの短期な性格ではあるが、ここぞという時には、優しさがあったという。長い政治歴にもかかわらず、 閣僚経験が一度だけであるなどから、フランス国内では敗者とのイメージが強い。ありがとうございます。